ホウキツは朝鮮の独立運動家、テロリスト、上海天朝節爆弾事件の実行犯、ゴーバイ売ン、要人2名を含む多数に重軽傷を負わせるテロを起こしたが、自爆には失敗してその場で逮捕され、上海派遣軍の軍法会議の死刑判決後に内地で執行された、中世南道霊山に生まれた、1931年、上海にって、 緊急の組織した、抗日武装組織艦人愛国党に参加し、事件を準備した。第一次上海事変停戦交渉の最中であった1932年4月29日点調節の、日、上海の日本人外の高校公園で行われた、祝賀式典会場に、選挙し、ジョージ・アシュモア・フィッチの運転する車で入り込んだ、イン・ホウキツは、洋人軍の席に向かって、手榴弾を投敵。 爆発で多数を死傷させる事件を引き起こした。上海派遣軍司令官陸軍大将、白川義則と上海日本人、居留民団行政委員長で医師の川端定治が死亡。第3艦隊司令長官海軍中将、野村義三郎、第9師団長陸軍中将、上田健吉、上海駐在総領事、村井倉松、上海駐在公使、重光葵。 上海日本人居留民団書記、友の森ら多数が重傷を負った。あとの1945年9月、東京湾の水売り環状で行われた幸福式典で幸福文書に署名した外相茂光葵が杖をついているのはこの事件で片足を失ったためである。陰放吉は現場で日本の関係者に取り押さえられた。 5月25日、被害者が軍人であったことから、上海派遣軍軍法会議で裁かれ、死刑判決を受けた。11月18日を大阪の英寿刑務所へ移管され、さらに12月18日、陸軍第9師団の駐屯地である、石川県金沢市軍法会議公金所へ移管されて、留置。12月19日7時27分、連平場のある市内、三越山で、 銃殺刑に処された。遺体は、隣山である、野田山の金沢市共同墓地に埋葬された。院に、爆弾テロを命じた、金九十一派及び李博し筆一派は、在上海厚生道門東北義勇軍、講演会幹部の主刑欄から報酬として二万八千円を、受領した。院放棄の慰霊非当時中華民国政府主席だった、小介析は、事件を聞いて、 中国の100万大軍もできないことを朝鮮の一青年がやり遂げたので感激だと評価した。前述のように金91%波に褒美を支払い、それまで無視していた大韓民国臨時政府の活動を支援するようになった。その後、台湾に退き国民政府総裁となった小介石は朝鮮戦争でも一貫して韓国を支援し、1966年に 牧世紀が台湾に訪れた際にも、インホウキツの親族について言及しており、事件は中国のために行われたと評価して、友好の礎へと考えていた。インの遺骨は、1946年3月6日に、在日韓国、朝鮮人によって発掘され、白貞ともらの遺骨とともに、韓国に持ち帰られた。形状で葬儀を挙行した後、 国立高政公園に改装された。韓国政府は、1962年に、建国勲章大官民国章を送り、独立運動の義士として検証し、独立記念館に祀っている。安十魂、金田スクチン、劉漢順と並んで、韓国海軍の潜水艦の官名ともされた。このように、韓国では、義士と称されており、 日本でも遺体が埋葬されていた石川県金沢市に慰霊品が混流されている。近赤元は自身の回顧録で日本天皇の誕生日の祝賀式の壇上に爆弾を投げて陸軍大将白川義則を倒し韓国人の着替えを世界に示したと書いている。2020年10月アメリカの大学に進学する全世界の学生が使用すると AP の教科書が 歴史上ほとんどの機関、朝鮮は中国の植民地だったと記述していることが JTBC ニュースルームの取材で明らかになったが JTBC ニュースルームによると100度が運営する100度百科でもインホウキツやアンジューコンや近キキウや陰島中が朝鮮族と表記されており陰島中は国籍も中国になっている朝鮮族が 中国籍を取得したのが1954年であることを勘案すれば事実関係が間違っており、これらの独立活動家が満州、上海、吉林省に居住して独立活動を行っていたためと見られるが、この場合、朝鮮の抗日運動が中国の抗日運動の歴史に編入される。ありがとうございます。